先人たちは師弟の切磋琢磨により武道の技と心を伝えてまいりました。私たちの流儀の方も生きると生かすという二つの心をもとに、力強く瞬時に動く身の動きにより自他が生かされていくことを示しております。指針に努めさせていただきますので、どうかご協力ください。